名盤ラジオ前回からの続き。名盤ラジオ XJAPAN のアートオブライフを特集して話をしております。前回、このアートオブライフがリリースされるまでの話をしてきましたので、今回はそのアートオブライフの曲の部分に、フォーカスを当てて話をしていきたいと思います。タクヤです。今回もよろしくお願いします。こんばんは、N ゾーです。こんばんは、ヒデキです。という3人でやっていきます。はい、よろしくお願いします。いやー、アートオブライフ30分の対局です。一曲話をするにもめちゃくちゃ大変なわけですけど、今回はね、その曲部分を話していくと。そうですね、うん、もうね、解説するにもなかなかちょっと説明が難しいですけど、非常に複雑だしね。そんなに頭の中にどこまで入れられるかっていうのもあるしね。そう、今どこのこと話してますっていうそういう感じになるかもしれないんですけど、ね、まあ、その辺をご容赦いただきながら聞いていただければと。そうですね、命がけでレビューしなければいけない人生かけてそうです、あのアートオブライフモードになってないといけないですから確かにまあまあ、イントロからいきますかね。アートオブライフ、そうですね、もうあのアルペジオがいいっすよね。うん、アートオブライフの世界に、そうですね、引き込まれますよね。アルペジオが始まりつつピアノがかぶさってくる感じで、うん、ピアノがかぶさってキーのストリングスがかぶさってきて、タタ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 って、まあメインテーマみたいな、はいはいはい、もうなんかもうやべえもんが始まるぞと、やべえ曲が始まるぞって感じですけど、まさにそんな感じしますよね。あのね、フレーズだけでもうただごとじゃないって感じしますよね。ただごとじゃないかありますよね。いやー、今のまあイントロの話でいくと、あのアルペジオはヒデが弾いてるんですけど、パタにストラトを借りて弾いてるんですよね。ああ、ストラトなんだね。で、またパタがストラト持ってるっていう。のまあ珍しいですけど、ただストラトってなんか、そうですね、全然イメージないですけどね。それを借りてヒデが弾いてるっていう面白い話です。なんで借りたんだろうね持ってなかったんじゃない、ヒデは。うん、ヒデはストラト持ってないんじゃないかな。あんま見たことないっていうか、その所有ギターとして見たことはない気がする。ないよね。うん、まあなのでちょっとその辺はわかんないですけど、いろいろ、まあそのレスポールとか、あのそういうハムバッカー系でやってて試して、なんか違うなーって言って、ちょっとシングルコイル試したいなーって言って、パタが持ってるからちょっと貸してって、そんな感じだったかもみたいな。もうあれなんで、ストラトを持つとどうしていいかわかんねえっていう。あ、そういう感じになるもんなんですね。あのレスポールとストラットでかなり重さが違うから、はいはいはい、あのレスポールの重さで慣れてるとフェンダー系持つとすごい軽く感じるよね。そうですね、そうですね、それはありますね。なるほど。あのネックの感じとかも全然違いますもんね。うん、違う違う。なんかおな、どうしたらいいんだってなる感覚はなんかちょっとわかる。はいはい。あと、音もまあ全然違いますもんね。全然違うから、なんか、ガツンといく感じとかも全然違って、まあそれはキャラクターの違いなんで、よしあしではないんですけど。まあ、レスポールね、ギブソン系に慣れてる人が、エンダー持つとちょっとなんか、おー、軽いみたいな。どうしたらいいんだって。そんな違うんですね、なるの、うん。重量的にも音的にもなんか、その感覚はちょっとわかるなって。そうですね。まあでもあのイントロのアルペジオはシングルコイル、ストラトで行きたかったんでしょうね。うん。まあね、ちょっときらびやかな感じがありつつ。うんうん、そうですね。
まあイントロも長いですよね。1分超えてますもんね。イントロでまずもう1分だもんね。普通の曲でイントロ1分なかなかないよね。確かに。でもなんかアートオブライフの1分だとなんかあっという間な感じもする。そう。あ、そうですね。30分の1だから。うん。まあそこから歌が始まるわけですけど、うん、最初はまあその調子で始まるんですよね。あ、ゆったりとした入りではありつつ、でもうこの入りの部分ってもうここしかないもんね。うん、ああ、このメロディー。ね、この確かに。そっかそっか。そう。このメロディーがまたすごくいいんですけど、ね。このとこもいいですね、うん、確かに。いいですね。そうですね。あの後、ドラム入って激しくなってからはここに戻ってこないですもんね。うん、そうそうそう。一回しか来ない。このなんか、このなんかすごい、この珠玉のメロディーが一回しか出てこないっていうのがまた、恐ろしい。恐ろしいっすよね。そうですね、本当。ここは結構その、だいぶ苦悩してる感じの歌詞ですよね。その、アート・オブ・ライフのブックレットは和訳もついてますけど。おー、うん、そうですね。これはヨシキの半生っていうのはもう割とこう、なぞってきてるというか。うん。まあ、半生っていうか、まあ、ヨシキのなんか心象風景っていうか、あ、そういうことなんだろうけど。はい、はい。そうですね。まあね、あの、当時は半生なんでしょうけど、今となってはっていう感じはちょっとね、この今2022年時点では。当時からもう倍生きてんじゃんみたいな、ね、でしかもそのアートライフ作った後の方がなんか壮絶そうね、さあまあそうだよね、そう、うん、今の時点から話すとそういう感じにはなっちゃうよね、うん、ましてやこの歌詞としてもそのジェラシーの曲とかより早く作ってるわけなんで、ああ、だからブルーブラッドアートオブライフジェラシーみたいな、ヨシキ的にはそんな感じですからね。まあでも結局そのさっき N ゾーさんが言ってたようなヨシキの心象風景、まあ特にその父親の自殺とか、うん、そういった部分とかで、うん、いろんな心に負った傷とか、うん、葛藤とか、うん、まあそういうところが入ってるんだと思うんですけど、うん、まあまさにそこでしょうねっていうのは、うん、うん、やっぱヨシキの音楽とか芸術に向かう原動力っていうか、一番根幹の部分ってやっぱそこのトラウマっていうのがすごい大きいと思うんで。うん、そうですね。それを受けて、まあ、生きることの意味とか、そうそうそう。そういうことですよね。そこで負った傷とか、痛みとか、苦しみとかを背負って、なんで生きなきゃいけないんだとか、そういうのをなんか表現したようなのがまあアートオブライフですよね。まあまさにそういう歌詞になってますよね。うん、もう出だしからもうそうだもんね。砂漠のバラよ、なんで一人で生きるのかって。うん、悲しいなら殺してあげるのにみたいな。もう、ああ、もううわーっていう。うわーっていう感じっすよね、もう。そうですね。苦しみとか悲しみとか。ひたすらそういうのが出てきますよね。ひたすらもうそういうことだもんな。うん、ちなみにあの、都市が出なかった音っていうのはもうこの辺なんだよね。ああ、この、うん。あれですか、最後の。ああ、そうそうそう。ですかね。その、ドラムとかギターが入ってくる直前の、Since a dream, now wake me up.If it's a real の、このリアルのところ。そうそう。じゃあ、スキル。で、その後、ダダダーララー、うん、はい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 、はい、そこのリアルが出なかったっていう。ここだって、鬼ですよね。突然音程跳ね上がるから、ね。ここだって、あの、リターンズのライブのでも出てないですよね。あ、そう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 。出てないって苦しいですよね。もう思いっきりシャウトみたいになっちゃうじゃん。うん、限界超えてるからさ。で、多分レコーディングではそういう声質はアウトだろうから、はい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 、そうですよね。綺麗に出してほしいっていうのがあるから、
もうそれは出ないっていうところで。いやそんなその薬を その薬を注射するという、ね、あの注射もだってね、副作用が何があるか分かんないし、いやそうですよね、打った後なんかぼーっとするとかいう、そう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 、謎の薬ですからね。結局それで声出るのも3時間ぐらいしかないって、そうそうそう、相当やべえんじゃねえかって感じですよね。やべえよな、やばい、絶対やばい。体にいいわけないもんね、そんな。ね、なるほど。もう、リアルに、just kill me だったんですね。まさに、うん、そうだよね。様式的にもそうだし、都市的にもそうだよね。リンクするような、そうですね。ケーツ。もう殺してくれと。いやいやいや、結構序盤からそういう意味では本当聞きどころがもういきなり、ね、いきなりね、やばいやばい。曲調としては結構穏やかだけど、うん、キーとしては結構高いところから入ってるから、ね、高いですよね。ただ頭からめっちゃ来てますよね、高い、うん、いきなりギリギリを攻めてそうそう、でもなんかバンドサウンドが入ってくる前に限界を超えた音程が出てくるっていう、もう、もうそりゃもうこれはダメだですよ。これはダメだわ。これはダメだわっていう序盤。まだ序盤。序盤そうですね。だって出だしでしょっていう。出だしだよ。本当ね、曲で言ったらまだイントロぐらいの勢いだもんね。そうですね。うん、この段階でもうなんか注射を打たねばならねえ状況っていう、先が思いやられます、ね、先が思いやられ やられるまあそんな最初の出だしから始まり、はい、曲としてはまあちょっと激しくなるというか、うん、ドラムも入ってまた展開変わっていくわけですけど、デレレダラダーダルー、もうなんかもうね、悲壮感が漂うよね。悲壮感。そこかっこいいっすよね、でも。めちゃくちゃかっこいいんすよね。かっこいいっすね。そこでバンドが全員入ってくる。バンドが全員入って。トゥーディー。トゥーディー。トゥーディー。こっから行くぞ、みたいな。うん。うわー来たーっていう、いや来たってなりますよね。いきなりもう用意ドンって感じですよね。用意ドン、みんなでも話してまさに X サウンドがもうドクドクドクっていう、かっこいいですよね、もうこのあたり本当にめちゃくちゃかっこいい、かっこいいですよね。こっからちょっと本気を出していくぜみたいな、あのパターの刻みを、そうですね、前回、うん、前回で、なんか全 X の曲の中でもなんか普通に一番かっこいい方の、もうまさに一番かっこいいところの X だよね。そうですね、かっこいい、かっこいい、だだ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 だこのね、ソロとバッキングの絡みが最高ですね。そうそうそう、その辺もあのデモテープで再現されてる、さ、まあ、再現っていうか逆か、デモテープ時点でそんな感じになってるっていう、もう出来上がってるんですね、うん、まあ、ある程度 YOSHIKI の中ではそのギターでそんな感じでなってるっていうのが頭の中であったんだろうなっていう、あのこの曲はあのヒデがギターソロもギターで作ってる音階じゃないから、指の動きが、いわゆるロックギターの動きじゃないから、すごいやりにくいって言ってるんですけど。そうなんですよ、ね、うん。だからもうギターフレーズも YOSHIKI がほぼほぼ作ってんだろうなっていう感じですよね。うん、だからその辺のテルレルレルレルみたいなのは、そうですね。で、まぁ、あ、ちょっと先に話しますけど、ギターソロっていうのが2箇所あって、うん、はいはいはい、この曲において、まあ、分数でいくと6分ぐらいと10分過ぎぐらい、
にあって、ここだけはヒデが考えてるんですよね。うん、ああ。完全にソロになる部分はヒデなんだ。完全にそのギターソロっぽいギターソロ。はいはい、ギターソロっぽいギターソロね。てーてて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 。うん、ああ、そうそうそう、そういうやつ、そういうやつ。ああいうのはよしきじゃないんですよね。だからその2箇所だけはヒデが任されて、ヒデが考えて作ったソロ。なるほどね。だから曲の根幹というかテーマになるようなメロディーはもうギターでもよしきがやってて、で、まあ、ギターソロってなる部分は。ヒデなんだね。そう、まさに。で、ヒデが作ったやつをヨシキが譜面に起こして、そこにオーケストラをなんか被せたっていう。あ、はいはいはい。感じになってるらしいです。そうだね。オーケストラとの掛け合いになってるもんね。ギターソロがね。そうやって聞くとまた面白いっていうか。あ、それはめちゃくちゃ面白いっていうか。個人的に結構どこまでヨシキで。そうですね。ヒデはどこを作ってる部分あるのかなって結構思ってたから、はいはい、この話はめちゃくちゃ面白いですね。そうなんですよね、うん。で、またさらにちょっと補足すると、うん、その最初のデモ、まあ散々今回話してる、はいはいはい、そのデモのやつには、そのヒデのギターソロの部分、2箇所のギターソロの部分は入ってないんですよね。あ、バッキング部分が入ってる。そう、バッキング部分だけが入ってて。はい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 、はい。なんですけど、それを聞いてると、もう不思議とあのソロが頭の中で鳴るんですよ。その感覚が結構面白くて、ね、これはぜひ皆さんにもやってもらいたい。あのソロが頭の中で鳴るんですよ。すごい。いやー、そうなんだ。めちゃくちゃ面白い、これは。この情報は。あれだね、影みたいな感じなのかな。うん、すげえな。いや、でも、それね、もう、あのソロね、完璧だなと思って。あの、頭の中で鳴るって、もう、なんかもう、それ、完璧ってことじゃないですか、やっぱ。すごいわ。俺、個人的に俺全部ヨシキだと思ったの、はいはい。ギターソロのメロディーとかも全部ヨシキだと思ったんだけど、はいはいはい、あそこはヒデなんだ。あそこ。すげえな。すげえわ。僕そこ、あの、確かめたんで、あの、原曲の部分と、うん、そのデモの部分、聞き比べて、入ってる、入ってない。ここはないな、とか、そう、ここはあるの。だから、この2箇所だって。でもね、ないってことは、ヨシキももともとヒデに作ってもらおうと思ってたってことなのかな、ね、多分ね、そうだと思う。あれはなんか、ヒデのインタビューで、その2箇所のソロ部分は託されたって言ってたから。うん、ああ。なんか多分ね、そういうつもりだったんじゃないかな。うんうんうん。ああ。ここは作ってよっていう。そうそうそう。あの、ギターっぽいギターソロを作ってよっていう。うん、まあ、そのなんか、ジーンときますよね、そのやりとり。うん。ジーンとくるし、それを聞いてやっぱヒデってすげえな。いやーもうそれめちゃくちゃ思いました。すごいな。いやーすごいっすよ。すごいっすね、本当に。これをポンって渡されて、あのギターソロが出てくるって、やっぱヒデすごいな。ですよね。やっぱなんか、その変な話。ミュージシャンとしての格っていうか、はいはい、実力っていうか、やっぱりヒデっていうのはヨシキに拮抗してたっていうか、うん、匹敵するような才能があった人なんだなっていうのは、なんか今改めて思ったね。そうですね。そうですね。で、まあ、なんか関連する部分でちょっと話しますけど、あの、うん、アートオブライフ、X ジャパンリターンズ、93年の年末のライブでやってて、うん、まあこれ自体は YOSHIKI の YouTube とかにも公式映像で上がってるんで、見れますけど、もうこれのヒデのギターの、そのライブ演奏のギターのかっこよさってもうめっちゃ際立ってるなって。うん、いいよね、めちゃくちゃ。思ってて。で、まあ当然原曲に忠実に演奏するんですけど、うん、
その中でもちょっとしたこうハーモニクスを入れたりとか、うんうん、あのメロディーはそのままだけど、ね、演奏のニュアンスちょっと変えるっていうか、うん、ロック寄りにするんだよね。そうそうそう、ライブで、うん、そう、それがまたかっこいいんだよね。それがすごい本当に、うん、絶妙というか、だ多分レコーディングの方はレコーディングであれがベストだけど、ライブだとまたちょっと違うじゃんっていうのをライブのあの場でやっちゃうっていう、うん、あのニュアンスの違いはかっこいいっすよね。かっこいいっすね。うん、まあもうこれをでもライブで弾き切るっていうところに、そのミュージシャンとしてのヒデってやっぱすげえんだなっていうのも改めて感じましたけど、ね、うん、いやーすごいな。普通にね、家で弾くのと全然違いますからね。しかも一発勝負なわけじゃないですか。一発勝負だね。それもすごいっすよね。どんだけ練習したんだろうっていう。ね、本当に。ヒデ自身が言ってたけど、珍しく X が棒立ちで弾いてる。そうそうそう。動かない。誰も何も動いてない。動かない X を見る。そりゃ動けねえわなっていう。いや、全集中力持ってかれますね。ほんと、持ってかれますよ、ね。全集中。全集中。全集中、音の呼吸ですよ、ね。もう。ほんとにね。全集中、音の呼吸。アートオブライフの曲。本当に全集中音の呼吸アートオブライフまさにですよね。いやでもなんかそう見るとなんかもう煉獄さんに見えてきました。あ、ヒデが髪の色もね、髪の毛色ツンツンしてるしな。ツンツンしてるいやーすごい、すごいな、うん、改めて、うん、凄さを感じますね。本当そうですね。でも確かになんかギターソロはギタリストに作っててほしいなっていうところは確かにありますもんね。うん、それはやっぱ様式的にもあったってことですよね。もう最初から。ヒデを信頼してここは頼む。まあ本当信頼ですよね。信頼関係だよね。いい話だ。いや、すごいなぁ。もうちょっと泣きそうだもん。わかります。めっちゃわかります。いや、すごいわ。確かに。やっぱすごいわ。その関係性というか信頼。うん、そう。やっぱね、関係性だよね。バンドはな。そうですね。本当そうです。本当に。バンドですから、あくまでも。だからそうですね。なんか嬉しいですよね。なんかアートオブライフ、ちゃんとこう、やっぱバンドとして作ってんだなっていうことじゃないですか、やっぱ。まあ特にね、そのヒデっていう部分で。そうですね。で、やっぱその X っていうバンドに、そのヒデのセンスって、なんていうんですかね、ヒデのセンスが加わるからいい、そうですよね。そう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 。もうね、ほんとまさにその通りで、この必要なんだよね。そう。あのヨシキも多分それ認識してて、自分だけじゃなくて、プラスやっぱヒデのエッセンスを加えた方がいいってのが分かってるから、そう、でなんかヨシキと同じ方向性のセンスが加わってるじゃん。やっぱダメ。ファン聞いたら泣くぞこれ。確かに確かに。俺これ聞いてたら泣くもん俺。泣きますよね。そのいや、このあれだけこだわってよしきが、ヒデにそこ任せるんだっていう。いや確かにそこはグッときますね。確かに、そこやっぱすごいよな。まさに化学反応だよね。化学反応ですね。これは化学反応じゃん、本当に。そこはすごい。そうだ、あえて本当同じゴリゴリのなんていうか、なんていうんですかね、シンフォニックでメタルでっていうギタリストがやっちゃうと、なんか化学反応起きないんですよね、多分。でもこれはもうヒデじゃなきゃできないでしょ。そうですね。うん、違う、全然違う要素を持ちながら、ヨシキの世界観にちゃんと、ああ、だそうですね、うん。アジャストできるっていうのはもう、ほんとヒデしかできないと思う。そうですね。確かに確かに。まずそのやっぱ関係性の下地が、うん、そもそも必要な部分だったりするんで。いや、でもすごい、でも、
ヨシキがサーベルタイガーを見たときに、はいはいはい、もうこのヒレは俺と一緒にやる運命だって、うんうん、X をやる運命だって感じたって、うんうん、そのなんか人を見る目っていうのは凄まじいよね。確かに確かに。運命を感じるっていうのは。ですね。いやー、すごいっすね。X ってすごいな、うん。やっぱ、ちょっと次元が違うっすよ。やっぱ X は。うん、曲としては、バンドが入ってきたところの話ぐらいだった気がしますけど。そうですね。あの、早くなったところ。レレ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 レスラッシュメタルな感じですよね。この辺ドラムも結構早いね。ねえ、めっちゃ早いね、この辺。まさに、ヨシキの、うん。そうですね。好きなテンポ。うん、もうなんかこの長さの曲だけども、本当ツーバス踏みまくってますからね。なんかもう、タク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 。よーく体力持つなっていう感じですけどね。この辺普通にかっこいいですよね。かっこいいね。めちゃくちゃロックですよね。ちょっと待って。その辺通話すごいですよね。すごい。ずーっとタカ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 。もうね、すごいな、本当に。で、そっから C メロに入って、一回すごい盛り上がりを見せると。Through my eyes, time goes by like this. My emotions racing. そこがやっぱすごいキャッチーですもんね。そこキャッチーです。うん。ラララ、release all my pain. I'm sha-la-la-la. Insanity takes all.オーバーダラ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 。そこはヨシキだよね。タラララララララ。多分そうですよね。そうですね。その感じは。その辺はあのデモにも入ってるんですよ。あーあ。じゃあやっぱそうなんだ、ね。なのでやっぱその辺はもうなぞってて、うん。なんかあと B メロっぽいところのなんかフレーズも結構好きで。テレレテテレレテレテ。ああ、はい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 。かっこいいよね、そこ。テレレテ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 レ。ダダ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 さあ、それ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 。そこいいっすよね。うん。あそこいいっすよね、そのためっていうか、あれいい、あれいい、あのチョーキング具合が絶妙なの。いいっすわ。ほんとこの辺の展開もほんと普通にかっこいいですよね。なんかうん、でもこれもう 100% ヨシキ。アレンジも。なのでまあこの辺のその音階がギターでやるには指が普通じゃねえっていう。うん、確かにあのライブ映像でその辺弾いてるヒデとか見るとすっごいこう小指を駆使して、うん、結構指。開いてやってるなっていう感じはありましたね。もともとまあ火で結構小指使う感じだと思いますけど、うん、なんとなく開いてんなっていう感じはありましたね。うん、ちなみに俺アートオブライフ全部弾けるんだけど。すごい。
コピーし、完コピー。完コピー、完コピーしたことあるんだけど、まだ前半は弾きやすい。はいはい。後半のギターソロでめちゃくちゃ弾きづらいとかあるんだよね。後半のギターソロってさ、あの、2回目のサビが終わった後みたいなところあたりですか？そうそうそう。あの、そう。すごい。で、てるるー、で、てるるー、るるるる、てるるの後ぐらいの。あそこはまだね、まだそこまで難しくなかったような気がする。もう一番最後の方とか、一番最後の方かな、ピアノソロ明けとかの。ああ、ピアノソロ明けにもありますよね。そうそう、ピアノソロの後、そこがね相当やりづらいんで、その辺はもうあれですね、ギターで作ってないからっていう、まさにそういうことなんですかね。そういう部分かもしれないですね。確かに全体的に運指としては結構いわゆるロックギターではないからね。ヒデが作ってる部分も割とクラシック寄りというか。はいはい。で、曲の流れ的には割とその辺ってその流れでそこの繰り返しはあるんですよね。そうですね。この辺は多少リピートする部分ですよね。A メロ、B メロ、サビみたいな感じで、うん。そうですね。まあ、どこをサビというかは、まあ、前回もちょっと話してた部分ではありますけど、A メロ、B メロ、ABC、C メロみたいな感じの。そうですね。ABC、間それぞれちょっと挟みつつ、ABC、ABC みたいな感じですかね。感想がね、ちょこちょこ入ってくるからね。そうそうそう。テレレレ、テレレ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 ナレーションも入れつつ。ダダ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 ダめちゃくちゃ、どのパートも美味しいっていう。そうっすね。ほんと。ラムとかほんともう、危機迫るっていう。危機迫ってますよね。いや、だから、そこまで叩かなくてもいいのにってぐらい叩いてますからね。ほんとに。ほんとそうだよね。ほんとなんか、手数も入れまく、おかず入れまくってますからね。入れまくってるよね。入れまくってますね。もう、あんななんか手がもう交差して、グダグダグダってなって。グダ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 隅々至るまで様式節がもう、もう入ってますよね。行き渡ってますね。この辺のパートの後にサビですか？一回ちょっとガクンと落としたところがあるんですよね。あ、そうだね。一回なんかドラムとかもなくなってみたいな感じの。早くもなんかどこやってるか分かんなくなっちゃった。分かんなくなっちゃった。どこ話してたっけみたいな。確かに。サビってあれなんですよね。ててて。I believe it's a madness corner. Past the future and please my heart. Time is bright. But I wanna dress my life on the wall of time.Overpaying my heart, out of line, in simple steps, try to break all truth now, but I can't hear this broken heart in pain. Can't start to live, can't end my life. Keep on. いや、こっからがまとめっちゃかっこいいですよね。ダラダラダラダダラダ。なんかもうこっからの展開超好きなんですけど。この辺いきなり変拍子になってますもんね。そうなのよ。そうそう。いきなりこの辺から複雑、めっちゃ複雑になってきてますよね。その後、やばいよね。
やばい。この後の展開が一番好きかもしれない。なんかこの全体通しても。めちゃくちゃロックなとこだよね、もう。そうですね。そう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 。テレレ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 テ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 テレ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 テそう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 。なんかでも言われてみればなんかヒデっぽい感じが感じるな。そう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 。確かに確かに。ロックギター感が。ロックギター感ありますもんね。あららららららら。あそこめちゃくちゃ好きなんで。いいっすね。あれをたまんないよな。だら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 。てかてかてか。タラダラダッタ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 ラダダ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 めちゃくちゃかっこいいっすね、もう。この辺の展開はほんと、ちょっともうやばいっすね。ここ、一番グッとくる、山場ですよね。山場。そのロック的な展開の部分において。最初の山場っていうか。最初の山場ですね。てて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 てあのさ、緊迫感とかも異常だった。やばいですよね。異常ですよ。異常異常。で、なんかそこで終わるかと思いきや、またもう一展開行くじゃないですか。そうそうそう。割とまだ行くんですよ。そう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 。それそれそれ。もう一個行くんかいの、さらにもう一個行くんかい。そうそうそう。そうなんですよね。まだ行くんかい。そうそうそう。もう2個ぐらい行くんですよね。いや、もうピークでしょっていうところから。大体のやつだとそこで終わるじゃないですか。そうそうそう。そこで次の展開、あそこでもうこう、まあ、終わりだってとこから。めちゃくちゃわかる。もう一個上がるんかい。うわーって。うわーってなりますね。めちゃくちゃわかる、それ。で、またそこから C メロに戻るんですよね。いやー、あ、そうそう。それもすごいよね、これ。そんだけもう。うわーってなった後に。だって。Close my eyes. I breathe, I can hear. All love is a その、メロディーはそれでこう、テンポを落としてるっていう。そうそう、テンポ落として。で、あの、すごい、ガクッと落として。そうなんですよ、ね。疾走感あったやつが、ここで。いきなりガクッときて、なんかすごい。幸福感みたいな。そう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 。あれを耐え切ったみたいな。なんかこう天使が舞い降りるみたいな。そうそうそう。ここもだからすごい。登り切ったみたいな感じの。本当なんかジェットコースターだよね。ジェットコースターですね。うわーって言っても。いやー、本当確かに。ガクーンと落としても。これは確かにジェットコースターですね、うん、まさに。もう高低差で耳キーになるわっていう感じだよね、この辺はもう。Dry my tears by my bloody face. I wanna feel me living my life. I sigh my woe. いやー。で、ここであれか。タタラタダダタラ。ダダ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 ダってすごいゆったりする部分か。そうですね。そうですね。そこでまたナレーションが入って、うん、でその後にサビがまた来るんですよね。そうですね。ああ、あの I believe って。
てててててて。Time goes going back in my heart. Wanna leave? Can't let my hand kill myself. Still have a heart. What I'm looking for? Art of life. Art of life ってかっこいいよな。かっこいい。すごいですよね。かっこいいですよね。ああ、すごいな。ここそのもう歌詞的にもそのワンリーって行きたいって言ってるのが、そう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 、いいですよね。うん、希望にちょっとこう本当もうなんかもう歌詞とかたまんないっすよね。たまんないっすよね。ま、うん、っすぐ殺してくれって言ってたのが言ってたのに、そう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 見出してるのがね、うん、こうねえ、いいね。すっごいもうなんかずーっと。なんかね、生と死を行き来してるかのような、うん、ずっと続くよね、これ。ですね。その後、ピアノソロに入っていくわけですけど。うん、ということで、この後ね、ピアノソロ入っていくっていうことで、はい、もうだいぶ、あとぐらい話してきましたけど。ね、いや、ちょっともうね。いや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 。まだ前半と言えば前半まだね。まだ前半ですよ。だいぶ抑え気味で話した。気分ですけど、結構そうだね、なんか抑え気味に話してる気がするけど、なんかです、ね、白熱してるかもしれないですね。まあまあ、ピアノソロ前で区切らせてもらって、うん、次ピアノソロ部分からまた話したいと思います。はい、次回へ続きます。